11月14日月曜日、藤原町本郷にある布の蔵木の花で短歌教室が開かれました。これはおよそ60年間短歌に親しんでいる川添ひふみさんを講師に、木の花短歌会の7人の皆さんが2年前から毎月第2月曜日に集まり行われているものです。教室ではあらかじめ講師の川添さんに提出した3首を自ら読み上げ、どのような思いで書いた短歌なのかを解説し、感想を言い合ったり添削指導を受けたりして短歌の世界を楽しんでいます。11月と12月の毎週木曜日には木の花短歌会7人展が開かれています。皆さんに自慢の作品を紹介してもらいました。うだつのるかやぶき屋根を描くとき、かまどの煙の匂いふとたつ、母の蚊の残る形見の矢がすりをサムエに変えて鏡に向かう、父母を施設に頼みて4年すぐ、悲しきことはかの時のまま、山藤の乱れ咲きいる貝の棚、田植えき止めてしばしの休み、長雨の重い空気を吹き飛ばす雲間の空の青鮮やかに、梅雨明けて朝取りきゅうり頬張れば、みずみずしさに暑さを忘るる、藤色の母の着物のさめこも、いずれの帯を合わせたりしか。このほか会場には先祖のご主人が趣味で制作した能面も展示されています。声に出した時に心地よく響く57577の短歌、日々の何気ない生活の中で心が動いたことを形にすることで、平凡な毎日がより大切に感じ、生きてきた証が残せるところが魅力だそうです。講師の川添さんは、短歌は曇りのない目で物をよく見ることが大切と皆さんに伝えていました。